それからまた不幸、まあ、迷いとかってね、これもなんとか不幸や迷いは捨てて、その幸福になりたい、それから、悟りたいと思う、あるいは死ぬのはかなわんし、なんとか生きたいと僕は言うけど、そんなにね、生の生命の実物としてはそうじゃないんだ。不幸が嫌だ、幸福になりたいというんじゃないんだ。幸不幸を超えたところこそが大事なところ。私今の教育中のの根本的間違いはね、そのみんな今学校のあれはみんな幸福になりなさいって、幸福のために生きるみたいな、そうじゃないね。我々生きてる限り何を大事にしなきゃなんないかってことを教えなきゃなんないんだと思う。これ本当にね、幸福って言ったって何、美人投票で一等賞になったって言って幸福だわって言って夢のようだわって言ってるけど、みんなものそれから先があるんだ、それから先そのためにダメだったってやつもういるんじゃない。で幸福って言うんだって不幸って言うんだって中途半端なんだ。これも二つに分かれた後の話はどうせ中途半端、そうじゃない。幸福不幸生と死、悟りと迷いと、そういう二つに分かれる以前のところが大事だ。あれがあの一大事因縁という仏教で言うね。岡総担同士のところに三井が独参に来て、その時その隣の部屋に沢木老師が自社して実は誰して聞いてた。一大事因縁を死ねば死ねし願いますって沢木岡総担同士のところへ三井がそう言った。誰の一大事かって、岡老師がそう言った。そしたら私の一大事、お前一人のことなんかどうだっていいじゃないかって言って笑ったって話をね、この沢木老師がまるでサムがひよっこ蹴っ飛ばしたようだっていつも話してたね。本当に私と私ってものがあらゆる人から分かれてあるっていう話だった。もうそんなことはどうでもいい。一大事って言ってもそんなもんじゃない。私の話じゃない。仏法は自他を忘れて学するないって弁当にあったでしょ。自他を離れてね、で悟りって言ったって天命介護の話じゃない。迷いを転じて悟りを開くっていうのはそんなものはね、どうでもいいんだ。そうじゃない、悟りと迷いと分かれる以前のところを、これが一大事なんだからね、これを本当にただやるんだ。それから生と死って言ったらみんな死ぬのは怖い、死ぬのは嫌、なんとかして生きていたいって、それだけなんだ。ところがね、その我々生命を生きている限り死ぬのは当たり前ですよ。これみんなこれ死ぬのは嫌、死ぬのは怖い、死ぬのは真っ暗って言ってね、あんまり決め込みすぎてると、これはいわば暗示にかかってんだね、自己暗示。何生きてる限り死ぬのは当たり前なんだ、もうそこから考えない。そしてその時になんとかうまい具合に死にたい、苦しまないで死にたい、体裁よく死にたいって、こんな体裁の話じゃないもん
葛藤して死んだっていいんだ。で大切なのはね、このいかに七転八倒しても、その七転八倒するっていうのはこの俺の頭だけが七転八倒する。その頭ぐるみ死んでくんだから失敗がね。で七転八倒してもいい、どっちどう転んでも自己の命っていう、そこが大切だ。そしてだいたいこの沢木老師がね、この最後の頃そう言った、70年80年で死んじゃうような命を生きてたってつまんって言われてたけどね、本当だ。死んでも死なない命っていうのをね、俺肉体的に死ぬことは当然な、しかしながら肉体的に死んでも死なない命っていうのを生きなきゃ。でそれがね、不肖の生、不死の死だ。要するに生と死と二つに分かれる以前のところを生きな。いや、そんなこと言ったってどうせ死ぬんでしょう。どうせ死ぬ。しかしながらその死ぬと思うのは、これ分別が死ぬ、分別の思いは死ぬ。ところがその生死を超えているところっていうのね、これは不肖の生、死の死で、その生命の実物という限りは生死を超えてるんだ。でこの生命の実物っていうことをいかに生きるかっていうだけが大切、これ大事だ。で結局の話、今仏法としてね、結局そういう生死を超えた、超える不生の生、不死の死という、そういう二つに分かれる以前の生命の実物の話をせんがために、今この山水の話もしてる。そこ知らないと一本山暇ですなって言われるからね決して暇人の話じゃない。いや、私が暇人ならそれじゃあそれにつくあれだね、その時間と車賃使ってやってくるあたあたどんな暇人なんだっていうことになっちゃう。結局だからどこまでもね、自己の生命の実物の話としてこれを読んでいくことが大切。そしてその次、水は鉱脈にあらず、湿気にあらず、道場にあらず、霊山にあらず、有無にあらず、名護にあらざるない。これだから二つに分かれる以前の実物としての水の実物だね。これは人北海の水だ、その H2O としての水の話じゃないんです。この二つに分かれた話はどうせ我々の頭で考えた分別、この抽象概念を実在化した話でしかないね。それがよく分かんない。そしてこの水はね、だから二つに分かれる以前のその水っていうのはそういうあれなんだけど、これは懲りては金剛よりも硬し、誰かこれを破らん、有しては乳水よりも柔らかなり、誰かこれを破らん。これはまあそういう二つに分かれる以前の生命の実物としての水となるとね、これは いわばね、これをこの話の真如の話してるんですね。大乗金論で言えば真如の話で、これはこの場合、何にあらずあらずって言っている二つに分かれる以前の場合は、この普遍真如の話、この離言真如の話だ。
それから今度ここの場合は恵厳信如の場合の金剛よりも形っていうのは普遍信如の話ね、変わらない面。それから有しては入水よりも柔らかなりって、これは随縁信如の話。つまりね、その生命の実物の話っていうのは本当は分別言葉を超えたもんだ。それを働きっていう面から見たらもう絶対的に硬いもんでもある、変わらない、絶対変わらないっていう面がある。それからまた今度活動するっていう面から言ったらもうあらゆるもんに従って活動する、こういうのはまあそういう面があるからね。しかあればすなわち現状所有の功徳を怪しむことはたあず、そういう絶対的な水の持ってる働きはね、これは、どうすることもできやしない。現状所有の功徳を怪しむことはたあず、しばらく十方の水を十方にして客玄関すべき自節を山岳する。この神北海の水、これは神十方界の水は神十方界の水としてだ。つまり生命の実物としての水は生命の実物として、それで生命の実物っていうのはそういうもんなんだとね、そういう見る自節を学ばなきゃならないとかね、このどうしてなんだっていうんじゃなくて、生命の実物はそういうもんなんだ、そういう自節、そういうふうに見る自節、その自節っていうのはね、どういうことかっていうと、面山さんの文言には自節とは先へ流れゆく自節、後より流れ来る自節、三世常住しばらくも簡単なき道理を見よということなりと、こう注釈が出てるけど、まあそうやっていい、刻々なん宇治の巻でいや G だ、その実物は実物として見なきゃないと言うけれど、その実物を実物として見る中実物ね、これはいい国国なんだ。だから本当は一足一歳、私はいつも言うけど一は一分の一で、これで一歳分の一だ。と同時にこの一歳分の一はゼロでもあるっていうところが仏法の不思議なところだ。このね、これはあの数学からは出てこない、数学からいやどうしたって1は1なんだ、1歳は1歳、ほら仏法としては1足1歳、1歳足1なんだ、1もまた守ることなかれて、そのあれだ、新人名には一によってあり、一もまた守ることなかれというね、新人名には。これ実際刻々でもって時々刻々で、この前の宇治の巻でも言ったように時々、そうしたらばこれは一には違いないんだけど、その一はもう全く無の一点なんだからね、無の一点、ちょっとでも広がりがあったらそれは拡大すれば多くなる、そうじゃない、無でなきゃ一にならない、これがね数学の一の公式とはちょっと違うとかね、全く無でなきゃ、無の一点、無の一点の中に今度人無人界がある、広がってる、そういう世界ですね。だからね、さっきも言ったけど仏教の仏法っていうのは流水であってですね、
もうこんな簡単なね、天命解放ぐらいの話じゃないんだってことはよく知っとかない。で、人間の水を見るときなりの山岳にあらず、水の水を見る山岳あり、水の水を思想するがゆえに水の水を同弱する山丘あり。だから我々人間とか天人とかがね、水を見るときの山岳だけじゃない、水の水を見る 山岳あり。この場合ね、その見るものと見られるものとって、ね、分かれる以前のところで見なきゃいけない。見る見られるって言ったらもう二つに分かれた話。そうじゃない、水の水を見るっていう限り二つに分かれる以前、そういう、それが水の実物なんだ。で、水の水を主張するがゆえに水の水を同弱する三級は、これもうだから今水の話してるかと思うと本当は事故の話だ。事故のね、事故が事故を見るという二つに分かれる以前の事故を見なきゃ。そしてだから自己人海が自己人海を主張するという深さの話です。どこまでもこれ深さの話、流水の話、みんなさ、もうパッと悟ったというそんなような話じゃないの。とんち物語のような話じゃない。で、水の水を同弱する三級あり、この一切分離以前の二つに分かれる以前の水の本来の面目を表現する産業、同弱っていうのはそう表現する、そういう二つに分かれる以前をいかに表現するかっていう産業がなきゃ。自己の自己に相合する通路を現状せしごとし、タコのタコを三徹する活路を身体せしむべし調出すべし。この自己っていう限り、これ、普通の自分の話やな、ね、これもいつも言う人一切自己、人実法世界自己の話、自己の、そういう人一切自己が人一切自己のに出会う、この人一切自己が人一切自己の深さに深まっていく、その道を現状せしむべしってこと。からタコのタコを三徹する活路を身体せしむべし。これも事故って今言ったけど、今度タコって言えばタコなんだ。全部が人一切タコだ。で、これも人一切タコの深さに深まる道を通じなきゃならない。そしてそれさえも超出すべし。何しろ何かに捕まっちゃダメなんだね。捕まる話じゃない、二つに分かれる以前の話だからね。それさえも飛び出した。それからおおよそ山水を見ること、種類に従いて不動なり、いわゆる水を見るに洋楽と見るものあり、しかあれども洋楽を水と見るにはあらず。これだいたい普通ね、山水って言って水、早い話が水見るんでも、いろいろみんな見方が、その水を、いわゆる水を見るのに洋楽と見るものがある。これはね、天人がね、天人に見させると水っていうのは洋楽に見える。洋楽っていうのはね、この玉の首飾りっていうんだそうだ。お寺の本堂の中にこうぶら下がってるのね。あれ高いんだわ本当
ったことはない。そんなバカだからね。ほら私なんかあの安泰寺なんかいた頃騒ぎろした。天井に夜楽下げろくんなよって言ったら、これは蜘蛛の巣にこうすすがたまってもうぶら下がりました。あれ夜楽を下げとくなよって、私なんかあんまりそういうよく行き届かないのかよく教師に言われたね。そのあれところが本当は夜楽っていうのは玉の首飾りで、天人が水を見るとこうそういう夜楽に見える。我々だが何と見る形を彼が水とすらぬ。我々が水と見るものを要らって見るんだとすると、その天人が本当に水と見るものは我々が何と見ているんだろうとかね、我々が何と見ているものを天人が水と見ている。彼が要らは我水と見る、天人が水と見てるのを我々は水と見てる。水を妙家と見る相手、また天人はね雷さんゴロゴロっていうねガーッてね来る、あれを音楽と聞くんだっていうね天人は。そして雨を妙家と見る、そしてこう三下正門っていうけど、こうお寺の儀式なんかにこう花皿にこう花の葉っぱ入れてこう三下正門ってやって巻いてあれするけど、あれと同じように天人はこの天から降る雨を妙家と今三下正門してるんだ、そういうつもりなんだろうな雨が降ると。しかあれども花を水と用いるには、しかしながら天人にとって花を水とするわけじゃない、ね、木はガキだ、ガキはその水をもて妙家と見る、老家と見る、鬼ってやつは水あれするともうその火は燃えてるみたいに見える、あるいは海地に見える、流魚は宮殿と見る、楼台と見る、まあお魚にとっちゃほら水は自分の住みかだ、ほら立派な宮殿だと思ってるかもしれない。それからまた楼台だね、見晴らしのいいところだってそう思ってるかもしれない。あるいは尻尾をマニジュと見る、あるいは樹林障壁と見る、尻尾マニジュっていうのはまあ如意樹のことで、あるいは樹林障壁と見る、あるいは症状下脱の発症と見る、あるいは真実忍耐と見る、あるいは真相真相と見る。まあ、この水っていうのは本当にもう生命の実物だ、もう症状下脱っていうね、もう保証っていうの、あるいは真実に見た、これこそ自分の本当の命と思う、あるいは真相真相と見る、体の形これが真相ですね、真相っていうのは一心の本体と見る。それでそういうのを、まあ、見る人みんないろいろ、そういうのを人間これを水と見る、水と見るものをみんなそう。で、せっかつの因縁なり、これはまあそれぞれの因縁のあることだというのがね、因縁によってそう。すでに随類の所見不動なり、類に従って見るところが不動だ、同じじゃない。しばらくこれを微弱すべし、
みんな見るとこは違うんだとね言うんで、これはなぜかってこうね、しばらくっていうのをまあ差し当たって、まずこれを疑ってね、一興を見るに諸見しなじななりとやせん。いや、これもあれですね、いつも私は例にとって言うけど、このコップって言ってもね、このコップ、私の見るコップと皆さんの角度で見るコップとってね、これ無限なもの、実物はみんな違うんだっていつも話すでしょ。これ本当に違うんだ。そうするとこの一興を見るに諸見しなじななりとやせ、これなんかここに一興があるのか、それで違うのか、あるいはいろんな形、全く違った形、皆さん と私と違ったのを見てるわけね。それがその違ったものを一興なりと、一つのもの同じもんだと間違ってるのか、五百セリトヤ線というのを間違って誤っているのか、その辺考えてみなきゃなんですけどね。つまり今仏教の話はどこまでも生命の実物の話だっていうのね、これそれ忘れちゃダメですよ。抽象化された概念の話じゃない。工夫の頂点にさらに工夫すべし、これ以上ないところまで工夫した、挙句にもっと工夫しなきゃダメですよね。しかあれば、すなわち首相弁道も一般量販なるべからず、だから修行消化首相っていうことでもね、そうざっとして首相ってね決まったもんじゃないんだ。一通りや二通りでない。そして苦境の境外も千種万般なるべきなり、行き着くところへ行き着いたっていうところ、これも行き着くところへ行き着いたんだから、みんな同じところへ行き着くんでしょ。そんなざっとしたこと言っちゃダメ。私は私なりの行き着くところへ行き着いたところがある。皆さん、皆さん何の行き着くところ行き着いた話がある。これそれあれですね、悟り開いたらやっぱり前奏らしいって言われなきゃダメって、そんなに決まったものかのざっとしたこと言っちゃダメなんだ。私なんか初めっからそれそのご挟んでかかってるからね、そう言っちゃう申し訳ないけど、私見て前奏らしいってやつ、みんなもいかにもこれが前奏かなって、いやそれはそれでいいじゃん、座禅するやつが前奏それでそんなね、前奏の悟りで悟り開いた、うん、威張ってる、そんなね、こわばった悟りじゃ通用しないんだ。本当に今はもう水って言ったらね、乳水よりも柔らかくないっていうところがなきゃ、もう本当に、そしてまた金剛よりも硬いっていうところがなきゃ、そういうところでこんなね、悟ったって言っても突っ張ったような悟りじゃダメ。で、選手万般になる、生きてるんだからね、生きた生命の実物を言ってる。さらにこの収支を臆想するに、書類の水たとえ講師といえども元水なきがごとし、だからそういう生命の実物って言ったら、このあれですね、書類の水がたくさんある、しかしみんな見るところがまちまちなんだ。だからそれによって水もいろいろ変わるでしょ。そうすると本当の水っていうのは、まあ、一体水じゃないんじゃないかっていうこともある。これは全く今庭一
1によってあり、1歳は1歳分の1歳なんだ、1なんだね。しかしながら最後では2は1によってあり、1もまた守ることなかれっていうね、そういうとこはない。ないコンプーチだって、これみんな角度は違うけど、それでも同じコップ見てんだろうと、いわゆる そういうのが関東の言うもの自体もの自体っていうね、ものだけはあるのか、そこが関東っていう人非常にその西洋哲学ので功績立ててる人だけど、あのもの自体だけはその蜂の巣でつついたみたいに関東は以後は問題になったね。で、もしかするとそういうもの自体ないのかもしれない。いや本当はね、あるとかないとかっていう話だったら、これは初めから2つに分かれた話だから、本当にもの自体があるって言ったらもうあるんでしょ、したらないと対立する。本当はあるとないとって超えてるところじゃなくちゃ。で、書類の水なきがごとし、そうするとね、本来の水っていうものがないんだとしたら、書類の水とするものもあってないようなもんでしかないね。そりゃそうだ、大体その1歳分の1歳ってね、それはイコール1で、それは0っていうんで、いう世界から見たら無の一点のところに展開してる世界なんだから、あらゆるものはあることはある、しかしながら同時にないことはないっていうね、その無と無と超えてるところが、しかあれども随類の諸水それ真によらず、身によらず、業により生ぜず、得字にあらず、得たにあらず、得水の到達あり。このいろいろの随類の諸水というかね、これ全く心からでもない、身からでもない、業からでもない、得字であり、字によるもんでもない、他で他によるもんでもない、これは水、実物が実物そのものとしてそこは抜けてる、それで越水の到達っていうね、これが結局ね、早い話がこの東南水上港で今この道元禅師が水っていうことね探求されてるけれど、これ根本での言葉で言えばね、無相ってことです。相がないんだ本当は。で、これあれですね、金剛般若経っていうお経がありますがね、この金剛般若経、金剛般若波羅蜜多経っていうお経は、いわば今後あの般若経の、ね、中でも一番原始的なもんだって、まあ、中村はじめさんが書いてるけれど、そうかもしれない。般若部の経典だと皆さんもご承知だと思うけど、全て空っていう、ね、いう言葉出て、ところが今後般若経には、ね、空っていう言葉出ていない。それ以前に無相って言葉で、この無相っていう言葉から空っていう言葉も出てきたんだと思うけどね。金剛般若経っていうの無相って言葉が非常によく出てくるわ。その
のちょっとねあれしてみると若干諸相思想如来もしもし諸僧の諸僧の僧にあらざるを見ばすなわち如来を見る。要するに全ての僧ですね、全ての形あるものね、そういうものがね本当は形じゃないんだ。見る人が初めて如来を見る。如来って言ってもいつも言うけれど如来如子なんだ、いわゆる如如なんだね。そのただそのこれ刻々に無の一点が刻々に映ってんですからね、時事なんだ。時事時事っていうところには本当は形は結ばないもんだ。このだから諸僧の僧にあらざるを見ば、すなわち如来を見る。これいうのがまず。それから理一切諸僧、その次税実相者だ。税実相者即税非相、税公如来、説明実相、この実相はですね、すなわちこれ相にあらず、このゆえに如来は実相と名付くと説きたもう。これが金剛般若経の第5に出てくる。だからこれは第14に出てくる。この実相はすなわちこれ相にある。本当の実物、生命の実物はね、実相というのは生命の実物です。これはすなわち相にあらず、これまあ雲見てるようなもんだ。雲ってやつこう遠方から見てるとこうもくもくあるけど、何入ってみたらなどこにもないもんね。それで相にあらず、この家に如来は実相と名付くと説くと。この実相っていうのは本当の実物っていうのは、そういう相にあらず、それが実相というものですね。それからもう一つね、理一切諸僧、即名諸仏、一
界の諸相を離るるをすなわち諸仏となる。結局ね、すべての形、あらゆるものの形ね、それを離れたところ、それがね諸仏なんだ。それからもう一つ、如来説。一切諸相即是彼所。如来は説く一切の諸相はすなわちこれ、そうにあらず。それから最後はね、これは金剛般若経の結びの言葉ですが、空襲応想尿尿風土かわいい子一切無いい子尿無限法よ。この層において、層において、あ、層を取らざれば、層を取らざれば如如にして不動なり。これが全く層っていうものを取らなかったらね、本当に如如でした。もうそれ自身動いていない。それからこの何をもってのゆえに、もってのゆえに一切の無為法は夢のごと、夢幻、あは影のごとし、露のごとく、また伝来伝のごとし、まさに如是の観をなすべしと言うんですがね、これはまあこの、金剛般若経っていうお経は非常にね、読んで、なんていうかな、私は大変その好きって言っちゃおかしいけれど、学ぶところが多いね。で、まあ無双っていうことをね、ちょっと拾ってみると、こんなにたくさん出てる。で、結局この
今これ道元禅師のこのところこの段をね読んで、ああこれはね、あの金剛般若経の無双を言ってんだなってねいうことをね、あのつくづくそう思うもんだから、今金剛般若経越位の到達ありってね、水が水を到達してる、これは水が水っていう層をもう抜けちゃうってことだね。でこれは無双の実物、これはね無双だから実相なんだ、ここにあるでしょ、で実相者即是非相、非相だからまた実相ね。で結局このあらゆる層を取らないところに如如って如如不動だ、あの宇治の巻でも話したけれど、全くで、ね、動いてるって言ったらもう全部動いてる、と同時に動かないって言ったら全然動いてる、そういう不思議な世界が仏法の世界ですね。でこの今言う水って言っても越位の到達、しかあれば水は止水下風空式等にあらず、これは、まあ、止水下風空式っていうのは六大のことですが、そういうもんでもない、水は小王尺百国等にあらず、青いとか黄色いとか赤いとか白黒ってそういう色の話、式小公民足法等にあらず、これは六人の話だ。まあこういう、これまた金剛般若経にはね、若位執権が異音上風が善人行者と風の権如来っていうのがあるけど、それでお釈迦さん偉いと思うけど、ね、本当のお釈迦さん見ていない、これはまあご相当見てるのしかない、でそういうご相見たんじゃダメだ、この式を持って我を見、恩情を持って我を求めば、この人は邪道を行ずるとなす、如来を見ることあたわずっていうのね、つまりそのご相を見ちゃダメだ、本当に仏法を見なきゃ、仏法っていうそういうのだから、水っていうんでも治水化風空式でもない、それから小王尺が各等にあらず、式小公民足法等にあらざれども治水化風空等の水おのずから現状せるので、そういうものじゃないです、実物っていう限りあらゆるものを超えたところに、あらゆるもの姿を超えてるところに実物のね今の水がある、それが如如現状っていう如如現状、格のごとくなれば日本の国土宮殿、何者の農場諸情と諦め言わんこと語るべし、そうなってくるとね、ニコンの国土宮殿って、これあの国土宮殿って昔のいわば文化的産物ですね、国土宮
きれいにして、それから宮殿を建てたっていうのはね、昔の人にとっちゃ大きな文化産物じゃないですか。しかしながら、その本当は人間が作ったもんだとこう普通思ってるけど、今でいや例えばロケットとかジェット機とかコンピューターとかっつってね、あれ人間の文化産物と思ってる。しかしながらね、何そういうものは何者の農場所場と諦め言わんこと語るべし。そういうものは誰が作った、誰が何が作られたって、そういうようなもんじゃないんだっていうこと。生命の実物って言ったら、な、作った作られたの話じゃないもん。早い話が、まあジェット機飛ばしたって、これは人間が飛ばしたんだ、だから人間が作ったもんだって言ったってたね。それじゃあジェット機飛ぶのにやっぱりガソリンとかなんかこう爆発して飛ぶんだろうけど、そういう ガソリンなんかが爆発する力は誰が作ったんだそう言わなきゃなんだね。爆発する力、石油が燃えたりガソリンが爆発したりっていう、そういう力はね、何も人間が作ったわけじゃないもん。これ誰が作ったっていうんじゃなくて、実大自然としてそうなんだ。それをただ人間がそういうのを組み合わせただけじゃん。それが人間が作ったとこう思ってる、ね、おめでたい。でそういうことを農場所場と諦め言わんこと語るでした。風林風林にかかれると同弱する、我が誠にあらず。これはね、趣味線世界の一番下が風林で、そして次には風林があって、それによって、まあ、全世界が支えられてる、こういうの。これもあれですね、昔の表現で言うと、我々なんだかわけわかんないけど、そうじゃない。例えばこの頃の言葉で当てはめて言うね、なんとかっていうと、大脳の前頭葉がどうとかこうとかって、岡清さんっていうのかね、あんなのがよく言い始めた。みんなあれ感心してるけど、私あれ動画ともね、なんとか情的なものを働かせるためには大脳の前頭葉を働かせろとかなんて言ったって、働きゃいないもの俺大体見たこともない。大脳っていうね、これ解剖学者だけが見てるかもしれない。解剖学者が事実それを実験した人なら、この電気をついてピッピッてこうね、一体何かしたら、はあ、このこういう考え方するとこうなのかって、そうねあれするかもしれないけど、あとはもう伝説だもん。本当に実物の話じゃない。そういうその伝説の話をね、 あるいはこの何て言うと、まあ食い物でもビタミンがどうだ、カロリーがどうだって、それ本当に自分で実際にやってるんならともかく、その名前だけ覚えてやってる人が多すぎるじゃん。そうじゃないんだ。じゃあ、私のざっと前に進学校に勤めた同僚の先生とか呼ばれてごちそうになった。そしたら、この二人の女の子がね、三つと四つだ。その姉さんの方がちっちゃい、妹の方がとっくり太って大きい。そして姉さんは何かっていうとビーって泣くんだ。これ正義がないもん。それと面白い子供だなと思ってた。それでごちそうになってる間にちょっとお母さんが醤油かけてくれた。醤油がちょっとこうお膳の上に垂れたのね。そしたらそばに来てて、それをちょっと舐めて
あの舐めたの見て、ははーって分かったけれど、お母さんがね、夫人の友の会の人で、もう、何カロリー、何とかつってね、まあ、やかましく言う人なんだね。そして、この子は食べ過ぎなんですって言って、で、食べさせないわけだね。ところが、私が分かったのは、消化力が弱い子なんだ。消化力が弱い子はね、何カロリーって当てがわれたって、それだけ食べて消化してやしないんだ。それだから腹減って腹減って、たまんないからちょっとお醤油が上がっても、ちょっとこうやってなるんだ。その辺ね、生きた話、生きた目で見ていなきゃ、数字だけでもってやってると、ああいうことになるね。で、これの場合でも、風鈴風鈴に枯れると同弱するって、まあ、この、我が誠にあらずの根拠のものは、これは我々がこうしているのは空輪風輪に寄りかかって生きてんだとこう言うけど、これはね、我が誠にあらず、本当の実物じゃないもん。他の誠にあらず、このまたそういう自分が確かめたことでもなし、また人がその説を立てた人も自分で見たわけでもなし。証券の敷託を義にするなり、これ結局自分のちっちゃな見方で測っているだけってことね。枯れるところなくば、ジュースべからずと思うにおいてこの動弱するなり。なんか我々ね、根拠によっかかっていないと、その安定した存在はないんだとこう決め込んでるから、これはどうしてかって言って、ああそうだって言って、なんか説を立てて、そして納得してるだけで、本当に自分がそうだっていうことを実物の話していないんだとこういうことね。で、まあ今日はそこまでにして、つまり大切なことは生命の実物を見る目っていうことね、今日のお話で。8月は休ませていただいて、9月からのまた第3土曜日から始めます。